地方中枢都市の薩摩広福が今回は横浜埼玉との戦いとなります。地方中枢政令市 VS 首都圏のトップ政令市。薩摩広福と呼ばれる各地方の中枢4都市に対して横浜市と対戦させてほしいというリクエストがありました。そこで関東3位決定動画にて東京特別区と横浜市に次ぐ3位の埼玉市を加えた6都市戦で三大都市圏を除く地方最強4都市の薩摩広福と首都圏の政令市トップ2の横浜市埼玉市を比較検証対戦を行っていきます。一応注意してほしいのはこの対戦は都会道を争うものではないということです。都会かどうかは判断つきませんのでご注意ください。対戦順序は以下とします。全15節各都市10試合ずつになります。では始めていきます。6都市で全15試合1都市につき10試合対戦して最高の成績となる都市はどこか。15試合実施後に薩摩広福と横浜埼玉の実力が見えてくるはずです。第1節、建築工事費サービス業売上小売業事業所数を横浜、推薦人口比卸売事業所数を福岡、15歳未満人口比を埼玉。開幕戦を制したのは2位を集めまくった福岡市でした。第1節終了時点の順位、1位は勝ち点3、2位は勝ち点2、3位は勝ち点1、4位は勝ち点0で計算していきます。第2節、建築床面積、製造業原材料使用額、小売点数、市街指数を横浜市、財政力指数は埼玉市。横浜が準完全試合が圧勝です。2位には項目2位を取りまくった広島が入っています。第2節終了時点の順位、埼玉市が2連敗の苦しいスタートとなってしまいました。第3節、15歳未満人口と人口を札幌、昼間人口密度と建築工事費を福岡、製造品出荷額を広島。薩摩広福対決は福岡市が札幌市に競り勝ち。第3節終了時点の順位、節が3の倍数になると各都市の試合数が揃った正式順位が出ます。始まったばかりなのでまだまだ分かりません。第4節、ほぼ全てで横浜が圧倒、建物火災の少なさのみ埼玉が勝利、製造品荒付加価値額の2位は埼玉、建物火災の少なさの2位は仙台で他の2位は札幌が取っています。横浜が勝利、2位には札幌が入っています。埼玉は3位です。第4節終了時点の順位、埼玉が仙台を抜いて最下位を脱出しています。第5節、ここは農業や安全も含めて横浜が5項目で1位、ゴミの少なさのみ広島が取っています。2位争いでは昼間人口、昼間人口密度、複合サービス業福岡、農業講師を仙台、1万人あたりの刑法犯認知件数を広島。首位は当然横浜、2位には福岡が入りました。第5節終了時点の順位、1試合平均15点を取る横浜が圧倒的に強いです。第6節、製造業有形固定資産現金給与総額を広島、小売従業員数と面積を札幌、一般診療所数を福岡。広島が札幌福岡埼玉を破って1位獲得。第6節終了時点の順位、各都市4試合を終えた時点で薩摩広福は明暗くっきりの展開です。仙台は厳しい、埼玉との東北新幹線沿線対決に勝てるでしょうか。第7節、横浜が準完全試合で内容も圧倒的な強さ、福岡が農業畜産のみ取りました。横浜市が勝利、項目2位を集めた福岡が2位、仙台が埼玉を上回る3位。第7節終了時点の順位、横浜と埼玉の関東2位と3位の実力差の大きさがよくわかる順位表でもあります。第8節、金融保険業は埼玉、ゴミのリサイクル率、課税対象所得、運輸郵便業、不動産物品業を札幌、製造品出荷額を広島、ちなみに仙台は項目2位が多いです。横浜福岡の犬間に札幌が快勝、2位には仙台が入りました。
第8節終了時点の順位。札幌が福岡との勝ち点差を 1と縮めてきています。第9節ゴミの少なさと刑法犯認知件数の少なさを広島。昼間人口比、情報通信売上、1万人当たりの歯科医師数を福岡。農業産出額を横浜。比率項目や少ない方が勝ち項目が多数になったこともありますが、福岡市が勝利です。横浜市はまさかの最下位となってしまいました。第9節終了時点の順位。各都市6試合を終えました。順位は予想通りなのですが、内容が予想外かもしれません。取りこぼしが目立つ横浜といったところでしょうか。盤石ではないものの、福岡、札幌、広島は健闘と言っていいと思います。第10節財政省ライフサービスと財政力指数は埼玉。加重地昼間人口密度と農林漁業売上の昼間人口比は福岡。生活関連娯楽業は札幌。福岡市が勝利。埼玉が仙台を上回っています。第10節終了時点の順位。暫定ながら福岡市が首位浮上しています。第11節ゴミの少なさを広島、農林漁業の売上を福岡。小売重要因数、製造業原材料使用額、加重地人口密度、インフラ業を横浜。横浜が快勝、2位には広島が入っています。第11節終了時点の順位。広島が札幌との差を詰めています。第12節卸売業従業員数、情報通信業売上、建物件数、製造業原材料使用額を横浜。経常収支率を札幌、建物火災の少なさを仙台。横浜が快勝、2位は札幌。第12節終了時点の順位。残り3節、各都市残り2試合ずつです。最後までわからない展開になりました。第13節福岡市が完全なる勝利です。パーフェクト。福岡市が1位、2位は広島です。第13節終了時点の順位。福岡が優勝争いに深く食い込んで横浜にプレッシャーをかけています。第14節横浜が5項目で勝利する圧倒的な強さ。財政力指数は埼玉でした。横浜が圧勝、2位にはギリギリ札幌が入りました。第14節終了時点の順位。広島と埼玉の全日程が終了です。次は最終戦。横浜と福岡の優勝争いが最終節にもつれ込んでいます。第15節横浜市が財政力指数、建物件数、歯科医指数、製造業従業員数と原材料使用額を勝利。福岡市は卸売業事業所数のみ勝ちました。最後に横浜が福岡や札幌に力の差を見せつける圧勝。最終結果が出ました。横浜市勝ち点26、福岡市勝ち点23、札幌市勝ち点18、広島市勝ち点14、仙台市勝ち点6、埼玉市勝ち点5、横浜市が優勝です。もたつきがあったものの、平均14点という得点力で試合の8割を1位でした。福岡市は横浜市を最後まで苦しめる強さでした。札幌市は一度1位を取るにとどまりましたが、2位以上ならば7割に及ぶ存在感を見せました。広島市は一度1位になる快挙も2度4位になるなど安定性には欠けました。仙台市は一度2位になるのに手一杯で思うように勝ち点を挙げられず、埼玉市は最強地を拠点とした相手に終始厳しい戦いを強いられました。総括として最強の地を中枢都市群の薩仙広福の各都市の位置は首都圏2番手の横浜市と3番手の埼玉市の間に収まるという形になりました。薩仙広福の実力順は横浜埼玉を交え戦いにおいても薩仙広福の直接対決動画においてとほぼ同じとなりました。リクエストが行った今回の対戦ですが、想像以上に福岡市は健闘を見せたと思います。横浜市は圧倒的な人口を持つ実力都市とはいえ、東京の影響下にあり拠点都市ではありませんので、少ないとはいえ苦手項目で人口差を覆されてしまうということでしょう。埼玉市も同様であり、特に同等以上の人口を持つ都市には厳しい戦いでした。次回以降には薩仙広福は今度は京都と神戸との戦いをする予定です。最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければコメント、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。チャンネル登録のほどお願いいたします。